LMS4 型蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ジョージ・イバットが設計した軸配置2から6から0の却下両容器で、1947年からイギリス国鉄発足後の1952年までに162両が製造された。最初の3両だけは、LMS が国有化される前に製造されている。 LMS は出力区分4階に、イギリス国鉄は出力区分 4MT に分類した。この機関車は、イギリス国鉄全体で広く使用され、LMS の地域では一般的であり、それ以外にもより狭い範囲ながら、以前は LMS とルナーが共同所有していた、ミッドランドグレートノーザン合同鉄道に属する東、アングリア線では特に中心的な形式となった。 また、サマセットドーセット合同鉄道で短期間使用されたが、路線にある長い急勾配での出力が不十分であったため、すぐに他の場所に移され、二度と戻らなかった。これは、蒸気の発生に顕著な改善を加えた設計変更よりも前のことである。最初の3両は、LMS によって3000から3002の番号が付けられたが、 イギリス国鉄での開版に伴い4万3000から4万3000にとなった。イギリス国鉄によって製造された残りの159両は4万3003から4万3161となった。製造は複数の工場に分けて行われ、75両はホーウィック工場で、50両はドンカスター工場で、37両はダーリントン工場で完成した。本形式は、 アメリカ流のスタイルから高い位置のランニングプレートやシリンダーの先端部に残された隙間マイナスにより有名になった。このため多くの機関車マニアがイギリスで製造された最も醜い機関車だとみなし複合煙突を装備した最初の50両は特にそのように言われた。しかしこの煙突は効果が低かったため早い時期に短式煙突に交換されている。 維持費を下げるための新たな技術機構も取り入れられている。イギリス国鉄4型2の6の0蒸気機関車は本形式をベースに設計されている。シリンダー先端部の隙間を埋めるための傾斜したプレートを含め外部の足回りを再設計したことで外観はある程度改善された。1963年から1968年にかけて運行を退いた。 A.B. セマンズゴールドフィンチ P74 ありがとうございます。